2007年ベルギーグランプリにて、エイドリアン・スーティルがドライブする F8、セブン・スパイカー F8、セブンは、スパイカー F1 が2007年の F1、世界選手権に投入した、フォーミュラカー。前年に、ミッドランドが使用していた M16 に、トヨタエンジンから変更したフェラーリエンジンに、対応するためにリアカバーのフィッティングと空力のパーツの、アップデートを加えた。ノーズが、 かなりスリムになり、サイドポンツーンも現代のトレンドに沿って丸みを帯びた形状となっている。シーズン当初から10番低下が続いたが、第13戦イタリア GP から B スペックを投入。そして第15戦日本 GP でエイドリアンスーティルは9位でフィニッシュしたが、8位で終えたビタントニオ・リウッツィが木旗の振られている区間で追い越しを行ったとして、ペナルティが課せられ、 スーティルは8位に繰り上がり、チーム初のポイントをもたらした。2008年シーズンも2008年のレギュレーションに合わせた改良を施して、ホースインディアが VJM01 として使用している。ありがとうございます。